こんにちは、弓のハートの萩原です。そして今回もゲストがお隣。こんにちは、中学2年の蓮太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今回のテーマが動脈疾患、動脈の病気になります。で、4話目は今までの治療とか予防についてお話をしていきます。手術にまだ及ばない解離性の動脈の場合っていうのはやはり薬物治療が原則になります。で、どういう治療かというと、例えば動脈瘤の場合だとなるべく大きくならないようにしたいですよね。そうすると血圧を下げるっていうことが大事になります。血圧を下げるお薬、いろいろあります。ベータ遮断薬とかエース阻害薬とか ARB とかカルシウム拮抗薬ですから、その人に合った薬を使って十分にコントロールしてあげる、そういう治療が必要になります。あと、もともと脂質異常があるような場合はコレステロールを下げる、スタチンっていうのはコレステロールを下げる強力な薬なので、そういう薬を使います。あと、ここには出てませんけど、小動脈疾患っていうのは血管が狭くなっちゃうんで血の塊ができやすいので、抗血小板薬、そういう薬を使う場合もあります。次に動脈瘤ができた場合に内科でできる治療として、ステントグラフトっていうのがあります。動脈瘤を保護するようにステントっていうのを入れていきます。で、ステントを入れた後に膨らまして、そこのコブの部分を血液が出ないようにこう塞いであげるような治療になります。ステントグラフトっていうのは、人工血管にバネ状の金属を取り付けたものになります。それ以外にステントが例えば使えない状態とか、そういう患者さんの場合には外科的に人工血管っていうのにこう交換してあげるっていう治療があります。下行の大動脈瘤の場合はコブになった部分を切り取って、そこの部分を人工の血管に置き換えてあげる。上行大動脈のところにコブができて、心臓を養う冠動脈も出てるので、冠動脈も養う血管がくっついた人工血管に控えてあげる、そういう手術もあります。あとは運動療法ですね。特に大事なのは、小動脈疾患の患者さんっていうのは、歩行するっていうことで症状が良くなる場合が多いですね。なぜかっていうと、狭くなった部分の血管が再生してくるっていう現象が起こります。ですから、小動脈疾患の場合っていうのは運動療法っていうのが重要になってきます。ここでまたクイズになります。動脈瘤が拡大またはこう破れちゃう破裂を予防するために、どういうことをしていったらいいかっていうことですね。一つはコレステロールを下げる。もう一つ何でしょう？血圧ですね。ですよね。もともと血管が弱いところに圧力が高いと、風船が膨らんじゃうのと同じですよね。だから圧力をなるべく下げて膨らみにくくするっていうことが大事になります。脂質異常がある人にはコレステロールを下げる、で血圧が高い人は高圧薬で血圧を十分に下げるっていうことが大切になります。あとはそれ以外にこう日常生活の注意点ですね。心臓の病気全部に共通するんですけれども、毎日血圧を測定して血圧を十分にコントロールされているかどうかをチェックするっていうこと、あと喫煙っていうのはやはりいろんな動脈硬化のリスクになるんで禁煙をする、暴飲暴食をしないっていうのはやはり肥満を予防するとか糖尿病の治療にもなります。お腹に圧力がかかるとやっぱり血管の負担になるんで、あまり便秘にならないように心がける、十分な睡眠とかストレスをためないっていうのは、やはり血圧をあまり上げないとか、そういう意味で重要になってきます。ですから、生活習慣を良くするっていうのは、どんな病気にでも共通して重要な点になります。ということで、今回は血管疾患の治療と予防でしたけれども、どうでしょう？どんどん知らない治療法とかすごい治療法とかが出てきて、すごい面白いなと思いました。昔はステント治療っていうのはなくて、どうしても外科的な治療が主体だったんですけど、最近は患者さんによってステントを選択するか、または外科的な手術をするかとか、いろいろ選択肢が広がってきたんですね。ですから、今後もいろいろな治療っていうのが期待できる分野かと思います。ということで、今回のテーマは血管疾患の治療と予防についてお話をしました。ぜひ多くのチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。